桜浩二はさやってみたいって思ったんだろスクールアイドルえだから入ったんだろ優勝を目指してて練習も厳しいって知ってて入ったんだろそれはそうっすけどだったらそのまま突き進んでくれよ<ん>自分がやりたい目指したいって思ったことを信じてみろよ <laughs> 周りの声なんて気にするな